じゃないってどういうこと？本物じゃないってことは、本物じゃないってことは、その、つまり、偽物ってことになるかな。偽物？わかんないけど、本物そっくりでも本物じゃないんだ。それでもって、愛ちゃんがそっくりさんだってことに誰も気づかないんだ。気づいたのは僕だけさ。私はどうでもいいわね。本物だろうと偽物だろうと関係ないもん。そんな。そういう噂聞いた。え？遊んでて暗くなって家に帰ろうとすると、ひた振り返っても誰もいない。でまた歩き出すと、ひた突然目の前に自分のそっくりさんが現れる。やだ、怖い。それでどうなるの？ただいまって家に帰るのはそっくりさんの方らしい。じゃ、本物はいなくなっちゃう。バカバカしい。いるわけないだろ、そんなそっくりさんなんて。そりゃ、まあね。やめろよ。だいたい坊ちゃん、誰から聞いたの、その噂。最近できたスーパーで聞いた。そんなのを根も葉もない噂って言うんだ。春日部都市伝説。あ、もしかして風間くん怖くなったの？そんな、愛ちゃんは気まぐれだからね。今はまあ様なんて言ってても、どうせまたすぐ心変わりしちゃうさ。それだけのことだよ。風間くんひどいよ。愛ちゃんは。ほら、偽物で食べちゃうぞ。食べながら言うなよ。もうしんちゃんなら、僕死ぬほどびっくりしたじゃないか。ねえねえ、そっくりさんってさ、本物を食べちゃうのかしら。わからない。とにかくいなくなる。